今週もララキャンプ始まります。今日は東京23区内にある平和島キャンプ場にデイキャンに来たんですが、今日のお昼ご飯をこの動画にしたいと思います。ずっとね SNS でめちゃくちゃ気になってて、2人で食べたいねって言ってたものを今日作ろうと思います。今日のメニューはこちらを使います。ホットサンドメーカーで作るライスバーガー、バン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 。でライスバーガーといえば、まあ某バーガーショップの大人気な、私も大好きなんだけど、ホットサンドメーカー使えば作れるということで、今日はお昼からがっつりライスバーガー作って食べたいと思います。必要な食材としては超シンプルで、まず、まあ、ライスバーガーなんで、こちらご飯なんだけど、もちろん炊いて持ってきたやつでも OK だし、その場で炊いたやつでも OK だし、でもレトルトでもいいみたいなんで、今日はまあちょっとデイキャンで時間もあんまりないのでパックご飯にしてみました。大体なんか2パック分くらいでいいっていう風に書いてあったので、一応今日は2パック用意しました。これは一応なんか温めてから使います。で、今日のまあライスバーガーのメインの具なんですけど、こちら牛肉を焼肉味にして牛焼肉ライスバーガーを、がっつりだ、なかなかがっつり100グラムあればいいみたいです。あとはお肉と炒める玉ねぎと、焼肉のタレ、これはまあお好みのものを用意してください。あとなんかそのお肉だけ焼いて挟むもあったんですけど、今日は私たちはサンチを挟むか外でこういいかもなとは思ってるけどって感じかな。あとは味付け用の醤油とかみりんとか油とかが必要かな。結構でもシンプルだね、材料的には。こちらを使ってがっつりライスバーガーチャレンジして食べたいと思います。うまくできるのか不安要素もあるんですけど、作って楽しみたいと思います。ということで今週もよろしくお願いします。まずは玉ねぎ、からは私も目分量でいきたいと思います。なんならだってさ、これに焼肉のタレを入れたらもうこのまま食べれるもんね、ご飯と一緒に。もうそうだね、わかるかな、どこのカメラで匂い、そっちにしか行ってないんだよ。確かにすごい、もう浴びてるスチームを。グーグー完成。ご飯温まったんで、もう
って湯煎したけど、ちゃんとなるの。あ、日本味を付けた。試しにね、試しよう、これだって初めてやんだから、どうなるかわかんないけど、はいはいはい、35多すぎるかな。これでご飯を山形になるように乗せるのがコツなんだって。いくよ。すごい、マジこっからね、すごい垂れてくるの、この焼肉のタレと油が。いやー、すごいよ。でもマジでずっといい匂いする。はい、いいです、いいです。いい、はい、いけるよ。すごくない？めっちゃ綺麗。いきます。めっちゃいい。こうやって何かを巻くのがおすすめかも。あ、どうでしょう。初めて。いただきます。うん、完璧。おお、の感じとか、うん、いい感じ。もちもちしてる、なんかカリもちみたいな。へえー。ギュッてなってるからもちもちしてる。
このさ、やっぱ挟んだの正解だったって、これ本当？うん、いただきます。うん、本当だ、カリもちね、うん、めっちゃ美味しい。マジでさ、ホットサンドメーカーでこれ作ろうってか、ご飯挟もうかなって、ほんとすごいよな。すごい、今日ね、大事なね、ビールを買うのを忘れたんですよ。でも悔やまれますね。ということで、めちゃくちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。ご飯の量とか焼き方はかなりコツがいるなっていう感じだったんですけど、まあ、失敗も恐れずやるのがこのメニューは良さそうだなって思いました。結構もう焼いてる途中にボロ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 さ、ご飯も落ちてくるし、最初から最後まで綺麗に料理したい人は結構あっってなるかもしんないけど、落ちてきたって楽しめる人はなんかそれとかも楽しいと思います、うん、とにかく味はもう美味しかった。もうそのライスバーガーのもどきじゃなくて、ちゃんとライスバーガーだったから、ぜひライスバーガーを好きな方は作って食べてみてください。それではライスバーガー美味しそうだなと思ってくださった方、ぜひグッドボタン、コメント、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ、レオラでした。Thank you.